お母さんに会いたいか?血液中に白血病細胞が増えてきています。明日マルクをして確認しなければなりません。どういうことですか？残念ながらワックンの病気は再発の可能性が高いです。僕の悲しいこと、セミの声が聞こえなくなること、しょぼんとしているてるてる坊主。 背が縮んだちびクレヨン。パパの悲しいことは何だろう。 一番悲しいことは何だろう。ちょっとしててね。吸って。 上手。よし、引くよ。深呼吸しようか。どうぞ。やはり再発しています。再発。血液中の白血病細胞が増加し、骨髄では 30% の白血病細胞を認めています。 ちょっと待ってください。ワクはあんなに元気じゃないですか。良くなってたんじゃないですか。気持ちはわかります。今現実を見つめて、ワクにとって最善の治療を考えていきましょう。白血病細胞を叩くために、より強い寛解導入療法を行います。 今よりもっと辛い治療になるということですか。ええ、ワックの場合発病してから 18ヶ月未満の再発ですので、予後はかなり悪いと思われます。骨髄移植を行わなければならないでしょう。移植、まずはご両親からの移植が可能かどうか検査を行います。 ワクのお母さんにも連絡をお願いします。どうかしたの？ワクの病気が悪化してる。骨髄移植を 勧められた。俺の血液は一致しなかった。じゃあ採血しますね。手グにしてください。ちょっとだけチクッとします。はい、楽にしてください。どうでしょうか。残念ながら 一致しませんでした。そうですか。すぐに骨髄バンクに登録してドナーを探してもらう。雨宮さん、 CLS の今野と申します。今後ワク君のことで気になることがありましたら、いつでも連絡してください。よろしくお願いいたします。
それじゃあ。今度は何作ってる？うさぎだいぶ増えたな。動物園作るの。動物園？クラスのみんなが鶴作ってくれたでしょ。だからお返しに動物園作って、退院したら教室に飾るの。そうか。でもゴリラが難しいんだよ。父さんに貸してみ。手伝ってくれるの？折り紙は得意だ。じゃあ心作って。ワク、退院するまでもう少しだけ頑張ろうな。ワックン平気だよ。お尻の注射もお薬ももう慣れちゃった。そうか、大丈夫だからな。いいかい、ワくん、今日もまたねお薬入れるけど、もし辛くなってもお薬が悪い細胞をやっつけてくれるからなんだよ。だから心配いらないんだよ。丸山先生のセリフ、ワックン先生に取られちゃったね。さまと君、これ読んだ。東洋新聞の記者がおふくろさんの介護シリーズもんで書いてるんだ。それが何か？息子さん病気なんだって。いや、さまと君最近気もそぞろだからさ、いっそ闘病記に思いをぶつけてみたら。そういうリアルな体験って読者の心に刺さると思うんだけど。大丈夫か？大丈夫。できた？ダメだな。ダメ、壊しちゃかわいそう。見せて。なんだ、そんなおかしいか。ゴリオさん。
ご流産？動物園に混ぜてあげて。この番組はおはようからお休みまで暮らしに夢を広げるライオン、ただ待つだけ、トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りします。あいつのそばにいてやれることだけですから。お願いします。あ、いつもすみません。あ、これクラスのみんなからです。みんなまたワク君に会えることを楽しみにしてますからね。ワクも喜びます。じゃあ、骨髄バンクからの連絡まだですか？いえ、まだ、もう少しお待ちください。気持ち悪いか？餌あげた？忘れちゃった。忘れちゃダメでしょ、パパ餌係なんだから。よし。あ、ダメ、バナナは昨日あげたでしょ。ああ、そうだったね。じゃあリンゴでいいか？ワク、次は何の動物作ろうかね。頼まれてた画集です。この画家の絵、ワク好きなんですよね。はい、ありがとうございました。大丈夫ですか？他に何か僕にできることがあれば。私今まで先生に甘えすぎていましたよね。離れていてもあの子のためにできることちゃんと探そうと思います。そうですね。前に美術展に行った時、あの子何時間もこの画家の絵の前を動こうとしなかったんです。素敵ですね。でも本当にいいんですか？マックには私からって言わないでほしいんです。あの、私ワク君が入院してからずっと近くで様子を見てきました。ワク君の心の中にはいつもお母さんがいたように思います。本当にこのままワク君に会わなくていいんですか？あの子の気持ちを乱したくないんです。
ワク君の治療経過ですが、抗がん剤が以前より効かなくなっています。薬の間隔を短くします。それによってより強い副作用が出るでしょう。ワクはここ数週間食事もほとんど取れてません。体力だってずっと落ちてる。そんな辛い治療に耐えられるんですか。白血病細胞を叩かなければもっと危険な状態になります。ドナーはまだ見つからないんですか。バンクに登録してから何も動きがないままもう2ヶ月です。ドナー探しにはとても時間がかかります。今は待ちましょう。ちょっと疲れちゃったね。続きは少し休んでからにしよう。はい。あ、明星大の黒木です。枠に何か。いえ、バンクから連絡がありました。本当ですか。はい。枠君と HLA が一致するドナー候補が3名見つかったと。これで一歩前進ですね。ありがとうございます。では詳しいことはこちらにいらっしゃった時に。はい、失礼します。黒木、今誰に電話してた。あ、沢本さんです。早速ドナー候補の件ご報告しました。そしたらすっごい。バカ野郎。血液は適合していたんじゃないですか。すいません。HLA は一致していました。しかし移植には HLA だけではなくて DNA レベルで一致するドナーが望ましいんです。ワクンの DNA は少し珍しい遺伝子型で、検査の結果ドナー候補3名ともワクンとは DNA が一致しないことが判明しました。移植できないっていうことですか。高いリスクが伴います。時間がかかるかもしれませんが、 HLA、DNA 全て一致するドナーが見つかるのを待ちましょう。時間かかる、時間かかるって一体いつまで待てばいいんですか。できるのはただ待つだけ。
何折ってんだ、うん、あれ、ああ、あと少しなのにな。昔に動物園作って退院したら教室に飾るの。オリオさん次は何の動物作ろうかね。お願いします。え？ちょっと沢本君。沢本。やめてどうする。そんなに具合悪いのか。変わってやりたい、そう思ったところで何一つ変わってやれることなんてないんです。あいつの苦しみも本当の意味で分かってやることなんてできない。今俺にできるのはあいつのそばにいてやれることだけですから。そうか、お世話になりました。知り合いの編集者だ。ちょうどライターを探してるらしい。病室でも原稿は書けるだろは、より一層の提携の強化と総合交流を呼びかけている。
현재까지 일본에서 한국으로의 골수의 식건 수는 153건. 과거에行われた 日本から韓国への骨髄移植は 153件. 이것은 한국 내 해외 기증자 골수의식의 약 60%에 해당하는 수치이며 일본이 한국에 큰 영향을 주고 있다는 의미입니다. 血液学会の受付はこちらでしょうか? 네, 学会に 参加してらっしゃる方ですか? 예. 無理を承知でお願いいたします。いい教授とお話しさせていただくことはできないでしょうか? ほんの少しだけでもお時間いただけないでしょうか? Thank you for the speech. You're welcome. Thank you. お願いいたします。どうかお引き取りください。どうかお願いいたします。いや、こちらとしてもどうすることもできませんし。重々承知しております。そこをなんとかお願いいたします。お引き取りください。 Dr. Lee, I hope you're not too tired. Who's that? She said her son is suffering from leukemia. They're waiting for the transplant, and she wanted to see you. I told her she should consult her son's doctor about his condition and ask her to leave. I see. It's time for the next assembly, so please. はい。すぐに病院にいらしてください。パク君の状態が悪化しました。沢本さん、こちらです。 レントゲン呼んできて。はい。黒木、血液ガス。はい。血圧測定した。はい。パク君。 ちょっと苦しいな。今お薬入れてるからね。すいません。処置をしてますので外でお待ちください。胸部レントゲンを取りましたが 明らかな肺炎所見を認めます。肺炎ですか。血液検査では炎症反応の上昇がありました。ワクは強力な抗がん剤治療を行っており、免疫機能が低下しているために普通の肺炎ではない可能性が高く予断を許せません。ワクは大丈夫なんですか。全力を尽くします。
Professor Hayashida from Chiyoda University is waiting for you at the cocktail lounge. いきますよ。I heard you are waiting for a transplant. Yes, here the blood test result. You know, the bone marrow bank in Japan and Korea are now sharing resources, but it still might be difficult to find a donor match.And if they can't find a suitable donor. I'm aware of that, but it's just some other way. Ma'am? Doctors are not gods. Even if you ask me, it doesn't mean a compatible donor would be found for your son.何もしてやれないことを分かってるんです。でもただこうして待っているだけだなんて。ねえ、 What is your son's name? Waku.Waku. It means frog with wing. He that named him so, he lived free and easy. It's a wonderful name. You shouldn't think that there's nothing you can do. I'm sure, as his mother, there are many things you can do for Waku.
マー君、もう夜だ。いっぱい寝てたら。コリオさんに餌あげた。今日はまだだ。忘れちゃダメでしょ。パパ餌係なんだから、ちゃんと毎日餌あげてね。もしあっくんが死んじゃっても。ワク、父さんだ。仕事変えることにした。明日から父さんここで記事を書く。昼も夜もずっとお前と一緒にいられる。またもし苦しくなっても父さんがいるから大丈夫だ。ああ、そうだ、いいもん買ってきた。綺麗な色だろ。ちゃんとクジャクの色だ。パパが悲しいことは何だろう。かおりさんと連絡がつきました。今病院に向かって。パパが悲しいことは、パパが一番悲しいことは、僕のために何にもできないこと。
ごめんね、そうだよ、ママだよ。マックン、ママここにいるよ。マックンのそばにいるから。ママ。この番組はおはようからお休みまで暮らしに夢を広げるライオン、骨髄移植を行います、トヨタと宇宙飛行士ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。沢本さん、
沢本さん、どうかしましたか？